はい、どうも、ひろたです。本日は、カムイスポーツ所沢店さんに来ております。今回は、夏ということで、熱中症対策のものを5000円分買いに来ました。これというものがあるので、早速見に行きましょう。まず、こちらなんですけど、やっぱり、熱中症対策といえば、ドリンクなんですよ。ここにしっかりと、ポカリスエットとか、アミノ酸とかあるので、ここはしっかりと補給して買えるので、まあ、値段もそんな高くはないので、680円とか。大事になっていきますね。このスクイーズボトル、やっぱりこれに入れて、で水とかは多分公園とかにあるので、それの水を入れて、このポカリスエットの粉を入れたりすれば多分熱中症対策になるかなと思います。でもさ、はい、公園の水って地下水じゃね。あ、確かに腹壊すぞ。確かにコンビニとかで水買ってそれに入れてもいいかなと思います。ウォータージャグとかチーム用とかあるので、これもかなり安くなってる。 60% オフ。安くないですか？7200円。めっちゃ安い。これはやばい。買いかもしれない。これチーム向きっすよね。チーム向きですね。8リットルの、うん、意外とこれ保冷保温も効くので、夏冬どちらでも行きます。この中からはちょっと自分は買わないので、あっちゃんに行きましょう。さっき良平さんが撮影で、じゃあのクーラーバスケット結局買わなかったんで、自分これ買いたいと思います。マジか。じゃあ俺それもらおう。やば、盗まれる。じゃあ自分クーラーボックス持ってないので、ちょうどいいかなと思ってこれを買いたいと思います。これがまず値段が税込みで1480円、まあ約1500円。まずこれが1つで、自分結構汗かくタイプなので、こちらタオル。安く、めっちゃ安くなってるじゃん。処分価格で 30% オフになって1639円から税込みで999円。2つ買ってもいいかなと。なるほどね、はい、2つ買いたいと思います。写真だから3500円、1500円です。でここにも本当にいろいろあるので、ランチバッグしっかりこれで安心と。サーモスなんで本当に優れた機能だと思います。手洗いもできて、メッシュポケットなんで結構涼しくて、ちゃんと保冷力が高い。あ、これも安心できますね。なんかこういうのって、はい、高校生練習にお弁当持ってってとかにも使えますよね。使います。高校生にとっては夏、やっぱ熱中症対策とか、今やっぱり高校夏の野球大会があるので、それにやっぱ倒れないためにもこういうものが絶対必要になってきます。どうしようかな、これ。ちょうど1480円です。でもさ、クーラーバスケット買ったじゃん。そうなんですよ。同じものになっちゃう気はするよね。そうですよね。まあ、別にまあ、食べ物用とか、こっちはもう飲み物用とかでもいいかなと思います。ちょっとこれはちょっと、キープで。あとちょっと、水筒が欲しいんですよ、やっぱ。どこでも、水分補給ができるように。では、ちょっと水筒を見ていきましょう。はい。で、水筒コーナーの方に行きましょう。やっぱり夏ということで、ちょっとデカめの水筒が欲しいなと思っております。こっちかな。なんて見てください。やばっ。1500ml 入るってことで、安くないですか。どっかで釣り違ってる。普通にでかいし、それでも十分かな、うん、それでも十分かなと思うんですけど。はい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 、はい、76% オフって聞いたことない数字ですからね。値引きっすよね。ちょっと見てください。見てください。やばい。聞いたことない、聞いたことない。 80% オフなんか聞いたことない。でもこれって安い、はい、やばいって思うんじゃなくて、もともとが5500円だからしっかりしたものだよっていう。そうなんですよ。安心なんで、多分ほとんど1000円以下で買えるんで、学生の方とか本当におすすめかなと思います。今ちょっと気になってるんですけど、やっぱり大容量とかもあるんですけど、こっちのでかい水筒だと温度が高いと氷が溶けちゃうっていう可能性があるので、やっぱりこっちかな。まあ中間層、中間層。まあ値段もお手頃かなと思うので、じゃあかな。はいはいはい、はい、1280円。こちらに4700円ぐらいになるかな。なタオルで2000、これで1500円で、こっちで1300円だから4800円ぐらい。こちらで。そうですね、お買い物上手ですね、はい、ありがとうございます。決定でいいんですか。決定で。さっきの僕みたいにやっぱ見回りました、ちゃんと。まあ見回りました、ちゃんと。悔いはない。悔いはないです。ファイナルアンサー。ファイナルアンス。は何ですか。お前何喧嘩やってんの。怖い怖い怖い。じゃあそれで会計いっちゃいますか。会計いきますか。はい、はい。
はい、じゃあお会計が4758円です。はい、ポイントアプリはお持ちですか。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ちなみにこれ何ですか。これ神のポイントアプリになります。おお、前までカードだったんですよね。そうですね、ちょっと前からポイントになった。じゃあお会計の方行ってみます。5000円からお願いします。5000円分買いました。結構でかいね。結構でかいですね。これで5000円分だもんね。はい、お釣り来てるし200円ぐらいか、はい、お釣りが。マジでお得な買い物をしました。これで多分夏乗り越えると思います。で、こちらカムイスさんのゴロザワ店のオンラインストア、こちらがありますので、ニューオープンしたので、こちらの方を概要欄に載せておくので、ぜひチェックの方をお願いいたします。まあ、こちらね、以前来た時店員さんに聞いたんですけど、まあ、あの野球やってる方のお母さん方とか、ね、最短で翌日にやっぱご自宅にお届けできる、まあ、書いてあるんですけど、はい、っていう点では、まあ、あの平日お母さんたちも働いてるじゃないですか。でそういった時に、まあ、ネットで頼んで、でやっぱほら亀さん安いじゃないですか。安いです、今前半2つの動画、はい、前2つの動画で言った通り安いので、まあ、そういったところで安い商品をあのオンラインストアで買ってお届けできるっていうのは、まあ、すごいあのママの味方なのかな。ママの味方、本当にありがたいですね。はい、っていうのがあるので、まあ、皆さんこちらの方もチェックの方よろしくお願いいたします。お願いします。で、ちょっと僕今店員さんに聞いて、はい、暑さ関係ないんですけど、足型測定に導入いたしました。はい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 。なんかね、5分ぐらいで自分の足の形がっていうのが分かるらしいんですよ。僕あんまりずっとそういうの詳しくないのであれなんですけれども、どういう足の形してるのかなって。で、それによってこんなインソールも揃えてくれているので、まあ、ちょっとね、自分足疲れやすいななんて方がいれば、はい、そういうのもチェックしてみても、まあ気軽にやっていいですよってさっき店さんに言っていただいたので、はい、まあ、足の疲れなくしたいとか、少しでも足のパワーを上げたいって方なんかはこういうね器具があるので、店員さんに声かけて、うん、お願いいたします。カムイ所沢店さんのインスタとかは SNS は概要欄の方に載せておくので、ぜひこちらの方もチェックの方お願いいたします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。